ビラガルシカ生まれ、1982年2月3日、彼女のステージ名でよく知られていますベラブレジネーバ、ウクライナのポップシンガー、テレビ司会者、女優です。ベラは1982年2月3日に生まれました。ドニプロゼェリンスク、ウクライナソビエト社会主義共和国ソビエト連邦。彼女の両親は、音楽やエンターテインメントのビジネスには、関与していませんでした。彼女の父、 ビクターは科学工場で働いていました。医学部を卒業したベラの母親であるタマラはベラの父親と同じ工場で働いていた。ベラには3人の姉妹がいます。一人は年上、2人は年下。彼女はキエフに近い町ボリスピルで両親のためにアパートを購入した。ベラの娘の父親はベラが数年間結婚していたビタリー・ボイチェンコです。 彼女はドニプロペトロフスク国立鉄道輸送大学の経済学部から通信によって学位を取得しました。ベラはロシア語の映画に数多く出演しています。彼女は2009年に映画ラブ・イン・ザ・ビック・シティでカティアを演じ、2010年と2013年にその2つの続編を果たしました。2016年には8つのベストデートで演奏しました。 彼女はまた、クリスマスツリー1とクリスマスツリー2で自分自身として主要な役割を果たし、ジャングルに出演しました。彼女の映画作品のほとんどはロマンチックコメディーです。スタジオアルバム、ありがとうございます。